日本語教育能力検定試験とは、公益財団法人日本国際教育支援協会が主催し、公益社団法人日本語教育学会が認定している日本語教育を行う専門家として基礎的水準に達しているかを検定する試験である。試験は1日で行われる。試験1が午前中に昼休みを挟んで試験2、3が実施される。以下のように発表されている。 ただし、全範囲にわたって出題されるわけではない。日本語教育能力検定試験の合格証書、日本語教育能力検定試験、実施要項より引用。日本語教育施設の運営に関する基準について、教員の資格に基づく。2008年度は、応募者、数5773人、全科目受験者4740人、合格者1020人であった。 ありがとうございます。